はい、新しの105日目でございます。先週も草ぼうぼうだったけど、そこからさらにこの1週間何も手をつけてないとこんなことになりました。ひー、抜かなきゃ、草抜かなきゃなんですけど、ちょっとね、雨も最近続いてましてね、抜く気がしない、放置してた。向こうに見るのはあれか、モロヘイヤが見えますね。わかりますかね、モロヘイヤ。この辺にモロヘイヤが見えますね。唐辛子ちょっとできてるので取った方がいいでしょうね。シト、この辺にシトができてるのがある。うん、取った方がいいでしょうね。でミニトマトはもうダメだな、これ抜かなくちゃダメなんだけど、諦めきれない。この辺のやつが赤くなるまで待とうかなと思ってるんですけど、そういうのしない方がいいのかな。トマトもちょっと赤くなってるんですけど、あんまり美味しそうじゃないので取ってないですね。ならさっさと実を取ってからもう捨てた方がいいんでしょうけど、土が弱るので。でピーマンですけど、ピーマンはまあかな。これから花も咲いてるし、まだまだ取れそうな気がする。本当は取った方がいいんでしょうけどね、もう撤収した方がいいんでしょうけど、まだピーマンはいけそうな感じがします。この辺もね、ちょっとピーマンちょっとある、ちょっとあったりする。ナスビね、さっきからちょいちょい指差しに使ってるんですけど、1本取れました。穴開いてる、虫に食われてるけど、まあ葉っぱがね少し盛り返してるんで、秋ナスが取れるんじゃないかなという感じがしますね。うん、秋ナスに期待です。てな具合ですね。あっちの方まで行けないよあっちの方まで行けないよ。もうモロヘイヤ取りに行けないよ。あんな獣道みたいになってるの。もうさっきからめちゃめちゃ監視されてるしな。アザラシの絵もそろそろ撤収時期が近づいている。そんな感じでございます。はい、まあ、来週は草抜きしてなんか植えられたらいいんですけどね、まあ、そんな感じです。105日目でした。ほなまた。